にむさびー、ボリューム17だよ。この動画では、初見で落書きしている主を横目に、ゆっくりが雑談するよ。ゆっくりしていってね。今回はサクサクできたかな？頑張れミシェル。
てごめんね。本当だ、何をするところかな。もう重症的な。今は天魔将だね。ないのかな。事故で亡くなったあの子の母親が原因。あの子の母親は
アンリをかばって死んだ。でもどうしてそれでミシェルのことが嫌いになるの？あの子は自分のせいで母親が死んだと思ってる。だから新しい母親はいらないのよ。新しい母親。そうなったのか。どんな意味せぬ。化け物め。この船もう動かないの？大丈夫、これで動くわ。やるミシェル、すごいね。今週のお悩みは、高校3年生になる、匿名希望、部活大好きさんからです。私には、野望があります。最後の文化祭で、3年間、ずっと頑張ったバンドと、同じくずっと頑張った、部活の総括の、文化祭があります。どっちも成功させます。絶対どっちも、手抜きをしません。と、みんなに正直に言ったのに、ダメダメの一点張りで、全く理解してもらえません。でも、私にとっては、どっちもマジで、ラストチャンスで、どっちも大切なんです。どうしたら、みんなが分かってくれますか？どっちも諦められません。助けてください。青春だね。僕も若い頃は、そんな時期がありました。動物界には、部活動がないんだけど、僕たちには、紙の練習という、教育のカテゴリーがあるよ。お父さんに、僕は、酒も仕留めるし、蜂蜜だって、上手に集めるから、どっちもやらせてよ、と、頼んだことがあるよ。その時、お父さんは、こう言ったんだよね。どっちもやりたければ、片方を、完璧にやってみせろ、と。だから僕は、酒も、目標以上に仕留めて、それから、蜂蜜を、目標以上に集めたんだよね。やればできるじゃないか、と、褒められたよ。それからは、どっちも自分だけで、やらせてくれるようになったよ。多分、目標以上にやれたことで、お父さんが、認めてくれたんだと、思っているよ。だから、みんなの期待より上回る。成果や成長を見せてあげると認めてもらえるんじゃないかな。今まで通りではやはり説得力に欠けちゃうよね。大変だけどラストチャンスだと思えばきっと乗り越えられる壁だと思うよ。その先にはどっちも成し遂げた誇らしげな顔の成長した君に会えると思うよ。頑張りすぎず楽しんでトライしてみてね。応援してるよ。では引き続きグラグラ動画をお楽しみください。なんかどこかで聞いたような。そうなんだな。多分アテンドさんもこんなこと言っていたような。誰もが通る道なのかな。アコちゃんは白がいいね。
現図鑑ね。生理的に無理。アンリとミシェルが現場になるの？そんなの嫌だよ、サマノスケ。これは僕たちのツイッターです。僕たちがあなたの悩みを聞いてあげるよ。コメント欄は封鎖してます。ごめんなさい。だからツイッターでコメントや悩みを聞かせてね。ネタバレも大歓迎だよ。というか教えてくださいね。僕たちはクマだけど、一生懸命聞くからね。気軽に相談してね。老若男女問いません。待ってるよ。ルーは地へ続く。チャンネル登録してくれたら、きっといいことあるかもね。